海上自衛隊へ最新鋭隊ゲイ、潜水艦が収益を終え、防衛計画の22隻体制をクリアし、海上自衛隊は新たな方針を打ち出した。潜水艦に VSL 搭載潜水艦の実験艦の建造に着手するとの発表。今回は日本政府トマホーク導入に見る潜水艦の今後の戦略を詳しく見ていきますね。トマホークは533ミリ魚雷発射艦からも使用できることをご存知でしょうか。将来的な1蓋式誘導弾の遠心型を搭載するにはやはり VSL が必要になるところです。反撃能力の強化は自衛隊全体で進んでいますね。日本の海上自衛隊では、今年2022年3月に、最新鋭の潜水艦である、タイゲイ型の一番艦にして、ネームシップのタイゲイが就役しており、防衛計画の大綱で目標に掲げてきた22隻体制の潜水艦隊が、一応の成立を見た。この潜水艦艦隊22隻の内訳は、最新鋭のタイゲイ、1隻トマエ級の双竜型12隻、そして前々級の親潮型の3番艦、渦潮から11番艦、餅潮までの9隻で、3世代の潜水艦で構成されている。ここで、最古参の親潮型については、1番艦、親潮と2番艦の満潮は、すでに練習潜水艦への所属変更が行われており、今交代ゲイ型の2番艦以降が収益を迎える場合、同様の変更が予期されている。したがって、実際の有事の発生の際には、潜水艦22隻体制に準じる形で練習艦へ移行させている親潮型を現役復帰させることも可能であると思われ、その数以上の戦力を投入できる状態が整ったと見てよいだろう。これらの海上自衛隊の潜水艦の危機幹部は、親潮型が、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機、そう、竜型の10番艦までが、その構成に加え、さらに、スターリング機関をも搭載した非対機依存推進方式となっている。その後、そう、竜型の11番艦以降、最新鋭のタイゲイ型では、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機という機関構成にシフトしており、しばらくはこの方式を中心に日本の潜水艦は進んでいくものと見てよいだろう。しかし、そうした今の海上自衛隊の潜水艦のあり方に関しても、昨年2021年9月にオーストラリアがアメリカ・イギリスとの間に新たな安全保障の枠組みとなるオーカスを締結したことが、日本にも波及し、議論を呼んでいる。なぜならば、そのオーカスの締結によって、オーストラリアは、それまで、フランスの支援を受けてアタック級として、自国建造する予定であった、通常動力型潜水艦の計画をキャンセルし、アメリカもしくは、イギリスからの攻撃型原子力潜水艦の調達に、舵を切ったためだ。オーストラリアがここまで抜本的な軍事政策の転換を打ち出した背景には、南シナ海の支配権を確立しようとする中国への警戒心が募ったことが挙げられるが、その一環として打ち出された策が原子力潜水艦の導入だと言えよう。県の南シナ海まではオーストラリアからは距離もあるため、その海域での長期間での作戦行動が可能な潜水艦となれば、機関には原子力推進を採用した艦しか対応が困難であり、その解決策が原子力潜水艦となったことは必然ではあった。この事実に、日本でも連続航行時間や日数、そして水中での速力に優位性のある原子力潜水艦の導入を検討すべきではないか、という声が政治家からも上がり始め、これまでの中でも最も説得力のある議論になる可能性もある。
いずれにせよ、非ボンは、潜水艦に搭載可能な原子炉の技術等は持ち合わせてはいないため、これが実現へと動き出しても、アメリカからの支援は不可欠とは思えるが、オーストラリアとは違い、原子力発電は手掛けてきた経験はある。しかし、日本が原子力推進の潜水艦を技術的に建造できる可能性の議論の前には、その潜水艦をいかなる位置づけや目的で運用するのか、という大前提をはっきりとさせておく必要があり、まずはその点の議論からだろう。これまでの海上自衛隊の潜水艦は、主兵装として現行の太平洋型、総流型、親潮型ともに 533mm 魚雷発射艦を6門装備し、そこから運用する長魚雷やハープーン巡航ミサイル等による対艦、対潜戦闘を念頭に置いたものだ。前述したように、ディーゼル機関と蓄電池と発電機による日本の通常動力型潜水艦の先行時の能力は、原子力潜水艦に比して、連続航行時間やその速度において、優位性はないため、主たるチョークポイントでの待ち伏せが任務であった。単に、通常動力型潜水艦よりも、連続航行時間や速度における優位性が、原子力潜水艦では高まることからは、待ち伏せではなく、絶えず、日本の周辺海域を移動し続ける運用も考えられるが、それも、対艦、対潜用との域内ではある。日本の場合、現行の通常動力型潜水艦に加えて、攻撃型原子力潜水艦を配備したと仮定しても、これまでであれば、前者を上回る連続航行時間や速度を活かし、敵の艦艇や潜水艦に攻撃を行うことが任務と見さされてきた。しかし、昨今の日本政府は、敵の迎撃兵器の射程外から攻撃を行う兵器を、スタンドオフミサイルと呼称して、その配備を進める計画を推進しており、その中核には、現行の1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型を据えている。1蓋式地対艦誘導弾は、すでに、陸上自衛隊が、南西諸島方面への配備も行っている兵器だが、装輪式の車両に搭載する、形式の陸上用の装備であり、およそ 200km 弱と言われる射程距離で接近する敵の艦艇を目標にするものだ。この1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型では、現行型のおよそ 200km 弱と召される射程距離を、まず 1000km ほどまで延伸し、並行して航空機に搭載する形式、艦艇に搭載する形式の開発が行われている。こうした射程距離の飛躍的な延伸と発射可能なプラットフォームを多層化することに加え、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型では、対艦用途以外に対地攻撃用途も視野に入れているとされ、昨今、議論の的となっている反撃能力を体現するものでもある。政治的には反撃能力と見さされる。こうした兵器を自衛隊が装備することへの是非は、今後、ますます、反対勢力からの妨害活動が激しくなることは、想像に難くないが、技術的、軍事的な側面からは開発しておく、必須の分野になるだろう。現在、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、最短で、2026年頃の実戦配備が開始可能との見方が有力ではあるが、現在の2022年末から見ても、未だ、3年以上の期間を必要とするため、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達までも浮上してきている。こちらのトマホーク巡航ミサイルの型は、まず500発ほどを先行して調達し、海上自衛隊の護衛艦の VLS、垂直発射艦でそのまま運用することで、いち早く、反撃能力の獲得を推進する方向のようだが、それだけではない。
何とトマホーク巡航ミサイルや一二式地対艦誘導弾の能力向上型を VLS 垂直発射艦に搭載するための実証実験用の潜水艦を建造する計画が報じられており、海上自衛隊の潜水艦もそうした装備を行う可能性が浮上してきている。一二式地対艦誘導弾の能力向上型はともかく、トマホーク巡航ミサイルであればイギリスのアスチュート級原子力潜水艦がそうであるように、533mm魚雷発射艦から運用可能なバージョンもあるが、それは想定していないようだ。アメリカ海軍の場合は、バージニア級の攻撃型原子力潜水艦等では、533mm魚雷発射艦から運用する魚雷等の装備数を下げることを良しとせず、トマホーク巡航ミサイル専用の VLS 垂直発射艦を別に12機搭載させている。ただし、イギリスのアスチュート級にせよ、アメリカのバージニア級にせよ、水中の排水量は7800トンにも達する大きさであり、海上自衛隊の最新鋭の対米型等がおよそ4000トン強であることに比すればはるかに巨大だ。未だトマホーク巡航ミサイルのような最短でも 1600km 以上の射程距離を持つとされる兵器を保有、運用したことのない日本が一足飛びに潜水艦に VLS 垂直発射艦を装備しようというのは、いささか唐突な気もしないではない。